ウィル編集長の花田和義です。明けましておめでとうございます。今一番聞きたい人にですね、一番聞きたいことを聞くという、右向け右というですね、ちょっとタイトルにやや問題ありという番組でございますが、今回の今年第1回目のゲストはですね、第1回目にふさわしい、アトキンスさん、どういう人かっていうのは、これからちょっと紹介させていただきますが、もともとですねオックスフォードで日本学を学ばれて日本にいらした、ソロモンブラザーズ、それからゴールドマンサックスで、幹部を務められてた、その、アトキンスさんがですね、いきなりですね、今週美術工芸というですね、極めて日本的な、いわゆるその神社仏閣の、漆とかですね飾りの、修理をする会社の社長になられたという、去年ですね、このイギリス人アナリスト日本の国宝を守るというですね、本を講談社から出されて、これがベストセラー、非常に面白い。でそのこれから日本がですね観光でその生きていかなきゃいけないというふうに、まあ言われてるんですけど、そのまあ方法とかですねなんかにいろいろ問題があるということを鋭く指摘なさってて、非常にこれは面白くかつ有益な本なので、ぜひ読んでいただきたいと思います。今日お忙しい中ありがとうございます。そもそもアトキンスさんはそのなんで日本学を専攻なさったんですか。そうですね、はい、一番最初に大学に入る時にですね、はい、イギリス経済は当時はボロボロで、はい、その大学生、まあ、大卒であってもですね、はい、なかなか就職できない、うん、で高校で語学と経済学数学が割と成績が良かったんで、はあ、大学で何を勉強しようかと思った時に、はい、世界の経済成長率とその国の言葉を、勉強するイギリス人の数を並べていって、はあ、当時は日本は経済成長率、まあ、バブルの入り口ですから、経済成長率が非常に強くて、はあ、日本学を学ぶ人もほとんど誰もいないっていう状態だったので、はあ、まあ経済好きな自分としてはですね、うん、就職をするときに有利になるんじゃないかという異質な、その背景で、あれ、まあ、考え方で、うん、学び始めました。うん、日本学というのは具体的にはどんなことを勉強するんですか。そうですよね、はい、もともとはその多分外交官だとかその大学の先生を教えるためのオックスフォード大学ですので、うん、はい、そのいろんなことを勉強するんじゃなくて、日本学というのは日本全般的に勉強する仕組みになって、体育等々で一切そういうようなその時間がないんですよ、ね、あ、そうなんですか。そうしますと、まあ、読むこと書くことは当然で、はい、会話の授業ゼロで、うん、その日本史だとか、はい、あとはですね、あとはまあ現代文学、戦後経済、まあ、経済専門でしたので、戦後経済の発展の歴史を勉強して、はいはい、あとはまあ漢文、漢詩、古文も、その中に入ってましたので、はい、それで3年間やってました。面白かったですか。いや結構面白かった。不思議なことでですね、はい、経済が好きな、人間として、なんで古文やらなきゃいけないっていう、はいはい、ところあったんですけど、不思議なぐらいでですね古文の成績が自分の成績の中で一番トップでですね、あ、後になって今の仕事について、はい、古文ってものすごいためになりますけども、ね、当時としてはですね、はい、日本経済、まあ、銀行アナリストになっていったものですから、なんで古文も勉強しなきゃいけないんだろうと思いながらやってました。そうすると日本にいらしてからソロモンブラザーズに入った。ソロモンブラザーズから派遣されてきたんですか。ですね、はい、一番最初にコンサルティング会社に入りまして、ああそうなんですか。今まあ、当時はアンデルセンコンサルティングだったんですけども、はい、今アクセンチャーになってますかね。そこにまず入っていって、はい、ロンドン支店に入りまして、はい、3年間ニューヨークに派遣されました。あ、ニューヨークに、はい、あ、そうですか。でバブルの真っ最中でしたので、相手のコンサルティングをやってる相手の企業っていうのは、うん、まあ、日興証券さんであったりとか野村証券さんであったり、うん、全部日本企業だったんです、うん、でバブルが崩壊すれば
皆さんがニューヨークから消えていってしまいましたので、そうすると、まあ、仕事を追って、はあ、そこから東京に派遣されたんですね。なるほど。そこでやはりコンサルティング会社に働いてたんですけども、ソロモンブラザーズが銀行の担当アナリストが欲しいということで、まあ、声がかかって、そこに、移っていって、でそこで不祥事がありましたので、はい、ゴールマンサックスからその声がかかってそこに移りました。でたちまち出世なさるわけですよね。まあ、一番最初の時ですね、90年で銀行アナリストになってしま、まあ、その なった時に、ほとんどの場合は皆さんで銀行のところに行って、はい、言うことを聞いて、まあ、そのまま書いて、はい、解説書しか出さないんです。はあ、ただ自分の場合はですね、はい、そういうわけにいかないんで、はい、ちゃんと分析をしていってですね、はあ、これはどう考えてもこの不良債権問題みんな無視をしてて、言わないことはもう礼儀みたいな感じだったんですけど、不良債権の額を想定して、いろんな問題を指摘していったらですね、なんか1年ちょっとぐらいでいきなりに日経さんのアナリストランキングでいきなりなんか1番になっちゃって、ああそうなんですか。で27歳ぐらいだったと思いますけど、いきなりなんか1番になってしまったんで、その後もうずっと不良債権問題を追っていったんです。日本のその銀行はアトキンさんから見ると非常におかしなことを、はいばかりでしたか。まあ、あの当時はですね、不良債権問題、とにかく隠す、はい、それで問題解決すればいいということで、みんななんか、まあ、まあ、隠せばなんとかなんじゃないのということで、解決能力がなかったですよね。でやはりそういうようなその不良債権の危機っていうのは海外で何回も何回も起きてきて、いやこれは早めにやった方がいいじゃないかということを言ってもですね、もう批判される一方で、あ、そうなんですか、そういうことは CIA の陰謀だってなんかいろんなこと言われてですね、言われたんですけども、反日だっての言われて、別に反日でも何でもなかったんですけども、要するに潰そうとしてんじゃないかという結構言われました。ただ最終的にはですね、不良債権問題というのはやっぱり解決しなきゃいけないもので解決したんですけども、まあ、解決するまではですね、20年近くかかりましたので、なんでその20年も待つんだというのを思いました。もっと早くアトキンさんのアドバイスを聞いてればね、アドバイスを聞くまでもなく、やらなきゃいけないこと誰でも分かる世界だったんですけども、もうやるべきことやればよかったじゃないかと思います。それでまあ、しかしもうそこをお辞めになった、これはなんで辞めたんですか。まあ、結局はですね、まあ、不良債権問題全部終わりましたし、その自分のなんていうんですかね、まあ、ビジネスとしてはいろんなものが変化するコツの分析が割と自分の強みだったんですけども、平常時になった時でですね、まあ、来年の EPS がどうなんだって、まあ、興味もないし、やりたい仕事でもなかったと同時に、会社としてはですね、まあ、これ以上は自分は出世ができないんだろうなと思ってですね、これ以上ってもうだってトップに行ってたわけでしょ、まあ、割と上の方に行ってたんですけど、まあ、例えばそこから東京から例えばニューヨークの、役員になれるかっていうのはそれはなれないし、なりたいとは思わなかったので、まあ、自分の時代って終わったんだなと思って一回それで引退しました。言論テレビからのお知らせです。言論テレビでは有料会員を募集中です。会員になっていただきますと、桜ライブ、君の一歩が明日を変えるの収録動画や桜井キャスターの講演動画をいつでもご覧いただけます。さらに桜井キャスターが書き下ろしたメールマガジンや、これまでに週刊誌などに発表したコラムもお読みいただけます。コンテンツをご覧いただくためには正会員登録をしていただきます。会費は月会費が972円、年会費が1万800円に変わります。詳しくは言論テレビのホームページでお確かめください。今年から新しく桜会員を設けました。年会費一口10万円です。桜会員の皆様には正会員のサービスに加えて、桜井キャスターのサイン入り新刊本をお送りしたり、イベントへのご招待など様々な特典をご用意させていただきました。言論テレビは皆様にご負担いただいた会費で事実に基づく情報を発信し、正しいと信ずる論陣を張るインターネット放送局を運営しています。
多くの方々のご入会をお待ちしています。文藝春秋のね、役目は、うん、朝日新聞と NHK と岩波書店をウォッチすることだ、うん、これが文藝春秋の大きな役目だと。こうやって名編集長花田和義が登場します。タイトルは花田編集長の右向け右、ウィル場外論戦です。5月23日金曜日夜10時からの配信開始です。朝日新聞は赤旗とね、本当昔ね、朝日新聞はね、あの日本のプラウダかっていうね、ありましたね、記事をやったことがあります、文藝春秋で、はい、今はね、もう赤旗と同じ、でも朝日は公正中立な、客観的中立性を保ってどこ行ってるんだけど、はい、それ何でもないの、客観性も中立性も、対談ゲストは月刊ウィルの執筆陣をはじめ豪華なゲストが登場します。第1回ゲストはなんと桜井よし子さんです。金曜日の夜は桜井よし子の君の一歩が明日を変える、そして花田編集長の右向け右、ダブルコンテンツでどうぞお楽しみください。